はい、皆さんこんにちは、セイキン TV のセイキンです。今日はね、皆さんオロナミン C 知ってるかと思うんですけれど、オロナミン C を飲みます。しかしただ飲むだけではありません。ちょっとアレンジをしたオロナミン精液を飲みたいと思います。はい、今日使う材料はこちら、オロナミン C、 そして牛乳、卵、この3つです。まあ要はですね、オロナミン C と牛乳と卵、これ3つを混ぜて飲むと美味しいらしいんですけれど、まあ僕直感的には大丈夫かっていうね、感じはするんですが、要はメーカーさんが推奨した飲み方らしいんですよ。公式の CM まであったそうです。じゃあやってみましょうか。大丈夫かな、大丈夫かな。まず元気はつらつオロナミン C。 よし、まずはね、初めにオロナミン C 久しぶりに飲むのでちょっと味を確認しておきましょう。うまいねー、オロナミン C 久しぶりだな、これ美味しい。じゃあまずはオロナミン C 入れましょうか。うわ、あ、コップにあげると意外と少ないんだねこれね。じゃあ次、卵、まあ卵黄だけですこれは。はい、いきますよ。あー、これやばいよやばいよ。牛乳入れます。マジか、これ大丈夫か、これ。いらっしゃいやせ、いらっしゃいやせ。厳しい感じだこれは。おい、泡立ちすぎでしょこれ、どうなってんだよ。あ、そうか、炭酸だもんね。なんじゃこりゃ。できたんですけど、これ美味しいかな、これ美味しくないんじゃないの。ちょっと匂い嗅いでみようか。泡立ってんのがやだね。ということでちょっとオロナミン精液いただきやす。あれ、あ、うまいね。うまいね。あれ、はい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 、クリーミーでマイルドだね。ガチで僕やばいと思ってたんですけど、さすがメーカー推奨ということであって、まあ、牛乳と卵は合うじゃないですか。それに別にオロナミン C を入れても美味しいんだね、別にね。なんて言えばいいんだろう。まあね、味はちょっと表現が難しいんですけど、まあ、ミルクセーキ飲んだことある方多いかと思うんですが、ミルクセーキに、まあ、炭酸入れたやつって感じだね。まあ、確かに栄養満点で力は出そうですよね。だから夏バテの時はいいのかもしれませんね。まあ、ただ思ったよりは飲めたねっていうぐらいですかね、僕としては。まあ、普通に飲んだ方が僕は好きです。こちらも、皆さんぜひとは言わないですけれど、気になった方はやってみてもいいんではないでしょうか。それではまた次回のセイキン TV でお会いしましょう。 See you next time。セイキン TV チャンネル登録してね。僕のゲーム実況チャンネルセイキンゲームズ、チャンネル登録をすると最新の動画が見やすくなります。 PC でご覧の方はこちらのボタンをクリック、スマホ、タブレットでご覧の方は画面の外の登録ボタンから。ぜひチャンネル登録、そして応援をよろしくお願いします。